よく階段でパソコンで深夜に怖い話のサイトとか見てたりするとたまに聞く話なんですけど、さあもう寝ようってシャットダウンして画面が暗転したらそこにいるはずのない人の影が映ってたみたいな話あるじゃないですか。これは私の友人から聞いた話なんですけど、その人を仮に M さんとします。 M さんはとある男性アイドルグループが好きで、もう CD とかライブの DVD は揃えてるっていうのは当たり前で、タペストリーみたいなやつとかタオルとかポスターとかそういうのを部屋の壁とかにすごいいっぱい飾ってるんですよ。でいつもバイトから帰ってお風呂とか食事とかを済ませて、もう今日はこれ以上やることはない、フリーだってなったら、そのアイドルグループのライブ DVD とか、ネットに上がっている公式の PV とかをパソコンで見るっていうのが日課になってたんですって。その人は洋室のワンルームに一人暮らしをしていたんですけど、キャスター付きの椅子に座って、机の上に置いてあるパソコンを見るという感じでダラダラ過ごしていたそうなんです。でその日も夜の12時回るか回らないかってぐらいまでそうやって映像を見て、もうそろそろ明日も朝早いし寝ようって思って、霧のいいところで映像を切ってパソコンをシャットダウンしたんですよ。そしたらパソコンが暗転しますよね。で自分とその後ろにある壁とそこに貼ってあるアイドルのポスターとかタペストリーとかが暗転した画面越しに見える。そういうものに全部、一面、すごいアップした自分の顔が映ってて、無表情でじーっとこっちを見てたんです。大きく貼り出したポスターにも壁にかけていたタペストリーにも全部。その表情が、なんて言ったらいいんですかね。恨みがましいって感じでもなく、正気のない瞳って感じでもなく、その人の発言を借りると、喫茶店とかで窓に映っている通行人を眺めてるみたいな感じだそうで、ただただこっちを見てたんだそうです。で、あまりのことにびっくりして、すぐに後ろを振り返ります。そうしたら、何の変哲もないいつも見てるアイドルグループの顔が映ってるんですよ。それでまあそういう風に映ってるのが当然のことなんですけど、幾分かは安堵して視線をまた何とはなしに暗転したモニターに戻したそうです。そこで一瞬自分がおかしくなったんだって思ったんだそうですよ。さっき見たのと同じ無表情の自分の顔が暗転したパソコンの画面いっぱいに反射していたそうです。その映っている顔の大きさからしてモニターに鼻先がつくレベルで密着していないとありえないぐらいの映り方をしていたんですって。当然そんな距離でパソコンに近づいているわけもありませんし、そもそもパソコンはちゃんとシャットダウンしていたので何かの写真を写しているということもない。それで目の前のことに頭の処理が追いつかなくなって M さんが固まっていると、その暗転した画面に反射した自分の顔をした何かが表情を崩さないままゆっくりと口を動かし始めたそうです。声は何も聞こえなかったらしいのですが、口の動きでなんとなく言っていることは予測できたんですって。い、ま、も。そこで M さんは一気に視線をモニターからそらしました。M さん、それが言いたいことは全くわからなかったんですけど、
その口の動きを全部見て何を言っているのかを理解したら本当にダメだと直感的に思ったそうで、もうすぐに電気を消して極力何も見ないままベッドに潜り込んだとのことでした。ただそんなことがあっては眠ることもままならないからということで、 M さんはスマートフォンで誰かに通話しようと思い立ったんだそうです。そして M さんは今までの話を私に語ってくださいました。日付を回って11月9日、0時を少し過ぎた頃の出来事です。こんな話誰にしても真に受けてくれなさそうだから、そもそもこんな体験今まで一度もしたことなかったのに。そういった体験をした人特有の恐怖と疲労と少しの興奮が入り混じった小姉で通話をする M さんに対して、私は今通話しているものの画面も見るべきではないんじゃないかという言葉を飲み込み、ただ相槌を打っていました。 M さんが良い夜を過ごせることを祈るばかりです。